けるわ結構。ほほほ、皆さんこんにちは、こんにちは。元気ですか？どうですか？1週間2週間ぐらい見ませんでしたか、私を？もっと全然見てないです。全然見てない。私はまだ生きてる。はい、大丈夫大丈夫、心配しないで。ありがとう、サポートをどうもありがとうございます。でも私たちがまだちょっと考えています。今まで決めてない。次の動画は何ですか？マジで夏来ました。明日6月の1日です。私たち今まで決めてない。でもお客様、お客様じゃない、登録者お願いします。私たちにコメントに書いてください。何見たいですか？次の動画何欲しい？自分で分かりません。日本からトールさんという方、視聴者の人来て、はい、インタビューやってくださいって来てたじゃん。インタビューしましょうよ。彼たち帰りました。いやいや、インタビューはだからその、例えばロシア人に日本人の印象とか日本の印象とか、なんかそういうのやりましょうよ。 OK。 あ、昨日夜の YouTube 見ました。いろいろなロシアの有名なストーリーのチャンネルあります。皆さん、例えば私はこのストーリーあなたたちに教えます。日本語でちょっとマイクを使って、あ、この動画を 見せて日本語で状態教えます。どうですか？いいんじゃない、まだなんか現実的じゃない、また企画考えてる。やってちゃう、やってやって、覚えてますか？私は日本語の力試験の練習します。練習しますって言って4ヶ月5ヶ月ぐらい経ちました。練習してますか？そうですね。何回ぐらいしましたか？はい、そうですねしてないじゃん。やばい、戦闘機です。練習してます。はい、じゃあ OK、 この動画作ったら皆様にあげたい、はい、見てください。例えばロシアの90年代のいろいろな有名な、ところ、人々、それ興味あるかな、みんな。それありません？わからない。まあ、じゃあ一本撮ってみましょう。ロシアの90年代はみんなに面白いです。はい、マフィアの時代。マフィアの時代、マジで、はい、私はこの時代で子供でした。はい、あ、全部見ました、自分の目。後で皆様に私のストーリーも教えたい。後でウラジミールのじゃあ90年代のストーリー、それいいね。はい、そうですね何それ、はい。ウラジミール、YouTube の収益で買った靴、日本から届きました。はい、そうですね。どうもありがとうございます。お金マジでやります。でも3500円ですね。いやいや、もう高かった。ああ、4000円ぐらい。いや、1万円ぐらいしたよ。頑張れば買えるから。1万。はい、頑張ってください。次の靴は1万円の靴。いや、これも1万円ぐらいしたじゃん。はい、いや。8500円、多分8500円だろう。5000円です。いや5000円じゃないよ、3500ぐらい覚えてない。 OK、 ありがとう。1万円の靴どうもありがとうございます。めちゃ便利です。これ皆さんのおかげで。でもちょっと足痛いです、夜に、まあ、何ですか？これ皆さんのおかげで買えたんですよ。そうですね、皆様のサポートで新しい靴を買いました。今から6月から9月まで毎日使います。はい、明日靴下買ってきます。はい、オッケー、ありがとう。はい、じゃあどうも皆さん登録してください。どうもありがとう。また明日の動画見て。はい、では久しぶりにウラジミール君の動画でした。まだ生きてるウラジミールです。はい。